鉄道交際会、公益財団法人鉄道、交際会は、旧国鉄時代に鉄道に従事し、殉職した職員の遺族や体に障害を負った、鉄道職員を救済、援護する目的で設立。公益事業として障害者、児童、老人への福祉事業、収益事業として、不動産賃貸等を行っている団体。国鉄時代はキオスクを直営していた。 また、鉄道事故で体に障害を負った、鉄道職員への福祉施策として開始された技師や、装具の研究、施策、製作、修理を、身体障害者福祉事業として、現在も行っている。旅行中の怪我や病気に対応する、旅行者援護事業としての全国各地の主要駅での、援護所運営や、JR 駅構内売店、清スク東欧への新聞、 雑誌の取り継ぎを行っていたが、現在はすべて撤退した。公益事業としては、知的障害児及び自閉症への支援施設、総合福祉センター交際学園や、技師の政作等を行う、技師総具サポートセンター、孤児等の支援施設、札幌南萌園を運営している、全国で保育所、認定子ども園を24カ所の施設を保有している。また、 交際会館内の福祉資料室では、社会福祉に関する書籍、雑誌、資料等の閲覧及び貸し出しを無償で営業。一方、収益事業として全国に107件のオフィスビルやマンション等の不動産を保有しており、不動産賃貸及び貸し会議室を運営。鉄道の現場は常に危険と隣り合わせであり、連結器に挟まれたり、貨車の突破なし、 作業、貨車に飛び乗り作業等で多くの殉職者や負傷者以下、鉄道交渉者を出していた。しかし、当時の国鉄共済組合は、負傷者で、重症者には給与4ヶ月、または9ヶ月分の年金、殉職族には給与4ヶ月、または5ヶ月分の遺族年金を給付するに限り、手足を失った者や残された遺族は、生活困窮者へとなり果ていた。 このような悲惨な労働環境に対し、当時国鉄の官僚であった片岡宇太郎らは鉄道交渉者を救済する目的で鉄道交際会の設立に行った。1953年6月に千葉県三部群に日向交際学園を設立。現在は神奈川県秦野市に移転し、総合福祉センター交際学園として自閉症。 知的障害者を対象とした入所、デイサービス、就労支援等の福祉事業を行っている。障害のある児童を対象に、生活習慣の自立支援や適応能力の拡大等を目指し、利用者の適性や年齢等に応じて療育。また、利用者によっては、交際彫りと呼ばれる木彫りや旗織りの制作等を行っている。制作された作品等は、 毎年12月に東京駅や S 口、道林の広場にて作品の展示、販売を行っており、例年石原プロモーションの立広氏が参加。18歳以上の自閉症、知的障害者を対象として、就労を目指す生活介護支援事業及び野菜、花などの生産を行う、就労型支援、B 型事業を行っている。 発達の遅れ等が見られる児童及びその家族に対しての療育支援を行っている。神奈川県秦野市内の特別支援学校や特別支援学級に通っている学生を対象に放課後の余暇支援を行っている。日本国有鉄道の業務災害による身体障害者を対象としていたが、その対象を広げ戦争や、 交通災害などによる身体障害者までも事業の対象とし、技師装具政作、研究、リハビリ等を現在も行っていい。1954年、昭和29年には技師装具製作所が全国に21箇所あり年間8000件ほどの技師装具を作成していたが、現在は東京都荒川区南千住の技師装具サポートセンター1箇所となっている。 東京都荒川区南千住に義足、コルセットなどの装具を製作からリハビリまでを一貫して行う施設を運営。製作する技師は一般的な生活用からスポーツ用まで製作しており、パラリンピック選手なども利用している。1951年昭和26年働く母親のために和歌山市に和歌場保育所、現和歌場園をはじめとし、 全国に24カ所の保育所認定子ども園を運営。全国の日本国有鉄道関係者の孤児及び一般の戦争孤児等のその多くは極貧の生活下にあることが判明し、豊かな生活及び不良化を防止するために、1953年昭和28年札幌市中央区の札幌温泉地に札幌南模園を設立。 現在も運営されている、1945年、昭和20年7月の青官連絡線空襲によって殉職した、日本国有鉄道の職員遺族母子のための施設として1949年、昭和24年に開設。職員遺族母子だけでなく、戦時中に夫を失い生活困窮者となった一般の母子への支援にも当たっており、1954年、 昭和29年当時は28世帯111人が支援を受けていた。また、1954年、昭和29年の東山丸海難事故で再度多数の職員が犠牲になり、24世帯分を増築し52世帯収容となった。入用時数も増え、保育園、現在、瞳認定子ども園、瞳交際保育園が併設された。その後、 1974年、昭和47年函館母子寮は保育園を残し、財団法人、交際会から函館市に移管した。鉄道交際会が行っている、公益事業に要する財源として、鉄道交際会売店、キオスク、国鉄の駅構内、列車、連絡船内への売店、軽飲食等の販売事業、不動産事業、新聞雑誌取次事業、 保険事業、国鉄からの受託事業補護を行っていた。現在は不動産事業及び会議室の運営を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。